皆さんこんにちは。今日の動画はなんと有益な動画です。ミラコスタって一見パーク側から見るとこれどこまでがホテルなんやって思うことありません？僕も初めて行くときはどこからどこまでがホテルなのか全く分かりませんでした。そして最も気になること、それがパーク側から見たどこがどの部屋なのかですよね。パークからミラコスタを見ると窓の向こうに宿泊している人が見えたり、テラスやバルコニーに出ている人を見たことがあると思いますけど、じゃあその部屋は何ルームなのかっていうと、そこまではなかなか分かりませんよね。そこで今回は実際の写真付きでパーク側から見た全ての部屋の位置、これを紹介しようと思います。この動画を見ればパーク側からミラコスタを見た時、ふふ、あれはスペチのスーペリアルームだよ。あれが一番高いイルマニーフィコだね。あ、ハーバールームから子供が手を振ってるよって、こうなんか知ってる感を出すことができます。新しいパークの楽しみ方でもあると個人的には思いますので、ぜひ覚えて帰りましょう。ってことでレッツゴー。では早速やっていきたいんですけど、本当はですね、実際にパークに行って、はい、あそこがテラスルームになりますみたいなことやりたかったんですけど、一人でブツブツ喋りながら歩くのはちょっと恥ずかしいし、多分僕がそんなことしてたら白い目で見られそうじゃないですか。でもこの動画はどうしてもどうしても作りたくて、いろいろ考えた結果最強の方法を考えました。今回はこの Google Earth を使ってパーク側から見た部屋の位置を紹介しようと思います。では早速やっていきます。最初に言っておきますけど、もしかすると間違えてる場所もあるかもしれないので、気づいた方はその時に挙手をお願いします。じゃあまずミラコスタを上空から見てみましょう。ここがディズニーシーのプロメテウス火山ですね。この火山は定期的に噴火して千葉県を丸ごと吹き飛ばしそうになりますけど、その度に僕がこうやって止めています。その正面にそびえ立つのがミラコスタですね。ここで皆さん、あることに気がつきませんか？このミラコスタの形、どこかで見たことありません？そう、ボーリングをする人と同じ形をしているんです。いやー、さすがミラコスタ。上空からでも我々を楽しませてくれますね。じゃあここから 3D で見ていこうと思いますので、この人型のピンみたいなところをドラッグしていきます。見た感じ20代の男性。はい、こんな感じでパーク内に入ることができました。このプロメテウス火山正面にあるのがミラコスタですね。こうやって見ると本当に外観だけじゃどこがどの部屋なのか全く分かりません。じゃあまず最初にここですね。ここは客室ではなくてサローネ・デラ・ミーコというラウンジなんですよ。スペチャルルーム利用者がこのラウンジを利用することができて、散々紹介してきたんですけど、このサローネがめちゃめちゃ素敵で、ぜひ一度は利用していただきたい施設です。今回は省きますけど、概要欄にサローネの特徴を紹介した動画を貼りますので、ぜひ合わせてチェックしてもらえたらと思います。じゃあまずこのサローネの下からなんですけども、この真ん中の3階と4階の部屋ですね。ここはスーペリアルームピアッツァビューの一部の部屋となっています。実はここアクセシブルルームになっているらしくて、僕はこの部屋にアサインされたことはないんですけど、場所的にかなりいい眺めが見えると思います。これがサローネからの景色なので、これとほぼ同じ感じですね。ピアッツァビューの中ではかなり眺めがいい方で間違いないです。そしてこのピアッツァビューを挟んでいる部屋がミラコスタで3番目に高いポルトパラディゾスイートです。金額は公式だと約18万くらいですね。めちゃめちゃ高いんですけど、スイートルームの中では最も安いので、どうしてもスイートルームの経験と特典をゲットしたいという方はこの部屋がおすすめですね。金額がやはり高いので、繁忙期じゃない限りは予約も取りやすいです。じゃあここからはサローネから左の部屋たちを見ていきましょう。まずこの3階から5階部分ですね。これは全部スーペリアルームのピアッツァビューになります。名前の通り景色としては広場がしっかり見える感じですね。で、同じ種類の部屋ですけど、ここで言うならやはりこっち側になるほど右を向けばハーバー部分もより見えるようになってきます。決して眺めの悪い部屋ではないですね。ちなみにこの2階部分はレストランの落ち穴になっています。はい、それではさらに左に行ってみましょう。ふっ、双子？次はここですね。これは個人的にもおすすめな部屋で、ハーバールームという客室になっています。パークから見て右側がハーバールームのピアッツァビューで、左側がハーバールームハーバービューですね。どちらも3部屋ずつで人気も高く、なんと部屋も広いんですよ。スイートルームに次ぐ広さがあって、窓もこのように2枚ずつありますので、2つの景色を楽しむことができますね。やっぱりハーバービューの方が人気ですけど、全然ピアッツァビューでも満足できます。かなり人気で、予約開始と同時に狙ってもおそらく取れない可能性が高いですけど、チャレンジしてみる価値はあると思います。はい、じゃあさらに左へ行ってみましょう。この一番右がさっきのハーバールームハーバービュー、
一番右がさっきのハーバールーム、ハーバービューで、ここに映ってる5階の6部屋ですね。これはスペチャーレのスーペリアルーム、ハーバービューになります。基本的にスペチのスーペリアルーム、ハーバービューに関しては5階になっていますね。ということはその下の部屋に関しては通常のハーバービューの部屋となります。ここからの景色はね、もう文句なしだと思います。スペチの方は予約難易度がちょっと高いんですけど、予約開始と同時に狙っていけば比較的に予約は取りやすいです。それではさらに奥へ進んでみましょう。てここでは木が邪魔ですね。ちょっと僕の力でこの木を枯らそうと思います。ってことで、先ほど紹介した部屋の横、この3、4階部分は同じ通常のハーバービューとなります。そしてこの5階部分、これがですね、噂のテラスルームです。上から見るとこんな感じですね。ここはテラスルーム、ハーバービューという部屋で、ミラコスタに5部屋しかありません。そして人気も高いので、予約が取れたら超レアだと思います。ただ以前紹介した予約方法でこの部屋の予約が取れたっていう報告を多数いただいていますので、予約にチャレンジしてみてもいいかもしれません。まあその動画を作った当の本人はキャンセルビルでしか泊まったことがありません。でここの青い部分の部屋ですね、これはハーバービューではなくてピアッツァグランドビューの部屋になります。ここのピアッツァグランドビューはアメフロ側にもあるんですけど、このアラビア側のピアッツァグランドビューの方がハーバー自体は広く見渡せるようになっています。前回の動画でも紹介しましたけど、ここは予約の取りやすさや景色を考えると個人的におすすめできる部屋です。で気づいたかもしれませんけど、ここにもテラスがあるじゃないですか。これも実はテラスルームで、これはテラスルームピアッツァビューという部屋になります。ミラコスタに2つしかない部屋で、テラスルームハーバービューほどの景色はないですけども、それでも大満足のテラス生活を送ることが可能です。どうしてもポルトパラディーゾサイドのテラスルームに宿泊してみたいという方は、この部屋を予約開始と同時に狙っていけばハバテラよりは取れる可能性が高いと思います。で次はここの部屋ですね。これってあまり景色見えなさそうじゃないですか。実はここがミラコスタでトップクラスの安さを誇るパーシャルビューの部屋なんですよ。正直景色はおすすめっては言えないですけど、料金がミラコスタの中では安い方なので満室率もかなり高いです。パークメインで遊びたいっていう方は料金が他に比べたら安いこの部屋をおすすめします。とりあえずサローニから左側に関してはここまでなので、次は右側を見てみましょう。この20代男性をさっきの場所にもう一度置いてっと。うわびっくりした、めっちゃ人集まっとるじゃん。はい、それでは気を取り直して、ではこのサローネの右側にある部屋ですね。これは先ほどもあったスペチャレルームのスーペリアルームハーバービューになります。サローネの真横でエレベーターも近いのでめちゃめちゃありがたい部屋ですね。でこの4階部分が大体分かってきたと思いますけど、通常のスペチャレルームハーバービューになります。ここからの眺めもとても素敵です。そしてこの下部分にあるバルコニーですね。これはパークにいる時よくこの部分にいる人を見かけたりしませんか。この部屋は知ってると思いますけど、バルコニールームハーバービューになります。この正面にあるバルコニーは6部屋ですね。バルコニーの予約難易度はハバグラ、ハババルに次ぐ難易度です。僕もキャンセル待ちでしか宿泊したことがないですね。ちなみにこの下の大きい窓があるのがベッラビスタラウンジです。もう食事はうまいし景色もいいし飯もうまいし、もう食事はうまいし景色もいいし飯もうまいし、もう食事はうまいし景色もいいし飯もうまいし。ホテルのレストランではここが一番好きですね。そしてここの最上階にある部屋、なんとここはこの範囲で一つの部屋です。他とは違う雰囲気があるここがミラコスタ最上級のイルマニーフィコスイートです。その金額は1泊50万円。実際に行ってもらうと分かるんですけど、まず入り口のドアから特別で、部屋の中もとにかく広くて素敵で、この部屋に宿泊すれば一日中部屋で楽しめます。いつかここの動画も作ろうと思うので楽しみに待っててもらえたらと思います。もちろん一つしかない部屋で、もしこの部屋から出てくる人を見たらとりあえず名刺を渡しておきましょう。はい、じゃあ右に行ってみましょう。この範囲は先ほどと同じように5階部分がスペチのスーペリアルームハーバービューで、3、4階が通常のハーバービューになっています。ぶっちゃけハーバービューはどこでもいいと思うんですけど、個人的にはこの辺りのハーバービューが好きですね。でこの右、実はこの右にあるのはハーバービューではなくてピアッツァビューとパーシャルビューらしいんですよ。らしいっていうのも、過去に同じ種類の部屋に宿泊したことはあるんですけども、ここの部分にアサインされたことがまだありません。ただここのピアッツァビューに関しては隣がハーバービューなので、間違いなくピアッツァビューの中でも眺めがいいのは確かですね。そしてここ一見良さそうなのに、なんでパーシャルビューかっていうと、景色の約半分が壁になっているんですよ。だから写真はいい感じで撮れるかもしれないんですけど、約半分が壁なのでパーシャルビューっていう位置づけになってるみたいです。
ということで、さらに右を見ていきます。ここはですね、ほとんどピアツビューになってるんですけど、ここの2つですね、ここだけバルコニールームになっています。向かって左側がバルコニールームピアツビューで、右がさっきもあったバルコニールームハーバービューです。この2つのバルコニールームは2階のバルコニーなので、ゲストとの距離がすごく近いです。これは人によって良し悪しだと思います。はい、それでは右に行きます。まずこの中心の絵を挟んで、左側が先ほどと同じピアツビューですね。で、右側の9つの部屋、これがアメフロ側のピアツグランドビューになっています。ここはですね、比較的予約が取りやすいものの、ハーバービューにも引きを取らない景色になっていますので、初めてミラコスタに行こうと考えている人にも個人的にはおすすめです。そしていよいよです。この上に位置する3つはテラスルームとなっていて、一番左はテラスルームのハーバービュー、ハバテラと呼ばれている部屋ですね。そしてこの右2つがミラコスタ最強の人気を誇るテラスルームハーバーグランドビューとなっています。ハバグラと呼ばれてますね。この真ん中は屋根ありのハバグラで、外から見ると一番豪華な部屋に見えますよね。屋根なしのハバグラに関しては、屋根がない分かなり開放的で、最高の景色を見渡すことが可能です。ここに宿泊している人を見たら、予約の達人の可能性が高いですね。弟子入りしに行くのもありだと思います。僕はですね、パークにいる人から見てもらいたいと思って、何の意味もなくここに立ってたりするんですけど、意外と誰も見てくれません。さあ、それでは奥へ進んでいきます。まずこの下の階に関しては、確か全部スーペリアルームハーバービュー、ハーバービューだと思います。で、この上2つですね、ここはさっきもあったテラスルームハーバービューになっています。ハバテラは5部屋あるんですけど、個人的にはここら辺が一番好きですね。はい、じゃあさらに奥へ進んでいきます。先ほど紹介した部屋の横にあるのがこの部分なんですけど、実はこれこういう部屋の振り分けなんですよ。めちゃめちゃ広いと思いません？そう、これが残り1つのスイートルーム、ミラコスタスイートになっています。8部屋ありますね。このように2つずつ角度の違う窓がついていますので、1部屋でも2つの広い角度を見渡せるのがこの部屋のメリットだと思います。部屋もめちゃめちゃ広いので、すっごい快適にホテルで過ごすこともできます。ちなみに公式だと1泊約26万ですね。この部屋に宿泊している人に1万円くださいって言うと、 12% ぐらいの確率でくれると思います。で、最後ここの部屋ですね。ここ実はピアツビューらしいです。らしいっていうのも、ここのピアツビューにアサインされたことがまだなくって、でももしここだったらかなりいい景色が見れると思うんですよ。さっきググってみたんですけど、かなりいい眺めでした。いずれ宿泊してみたい部屋の一つですね。ってことで、今回はパーク側から見た各部屋の位置を紹介させていただきました。これが分かることで予約の参考にもなりますし、新しい楽しみ方にもつながると思います。おそらく合ってると思うんですけど、もしかしたら間違ってるところもあるかもしれませんので、その時はぜひコメントで教えていただけるとめちゃめちゃありがたいです。これから世の中が落ち着いたらですね、実際に宿泊していろいろな部屋の中から景色を紹介していこうと思いますので、ぜひ楽しみに待っててもらえたらと思います。それではまた1週間以内に会いましょう。ってことで、またね。